おはようございます。2024年7月27日土曜日の朝です。今日の体重は 65.5 度でした。体脂肪率は 38.8% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は曇りでございますね。涼しいですよ。そして全然ムシムシも大してしてませんし、でも雨がとっても降りそうな感じはしております。ということで今日はね、午後からアロマ奈落の方にお客様いらっしゃる予定でございますので、午前中のうちにね、いろいろお仕事とか済ませちゃいたいなと考えておりますよ。じゃあまずはさゆ飲みます。今日の朝ごはんです。今日は旦那さんが作ってくれました。目玉焼き、かまぼこ、昨日私が作ったキュウリとツナのサラダ、トマト、パンで食べます。はい、それではお客様をお出迎えする準備ができました。じゃあお待ちしております。準備はできたんですけれども、ちょっとね、これから私あの石鹸に使う菜の花油をですね、あ、クモの巣に引っかかっちゃった、こんなとこでところで、ちょっとね、あの近くに買いに行くことになったので行ってきます。うん、菜の花油ゲット。お、なんかいるよ。あ、かわいい、キタキツネちゃんだね。どこだっけ、ほら、夏のキツネちゃんだね。細細でかわいいね。バイバイ。セコマと寄ります。セコマとの梅おにぎり食べてます。はい、それでは施術の方が終わりました。今日はね、ヘッドで来てくれましたよ。いろいろね、お話もできてすっごい楽しかったです。しかも今日ね、新規のお客様で初めましての方だったのでね、とても嬉しかったですね。じゃあこの後どうしようかな。お昼ご飯も実は食べて、おにぎりしか食べてないからどうしようか今迷っておりますので考えます。ちょっとお腹が空きすぎたので、白いご飯に、ご飯ですよみたいな、青のり、青のり、青さのりとかゆかりとか、ガチ道楽をかけたりして食べます。プラムも食べます。エリコロの動画、今4時半です。なんかね、コーヒーすっごい飲みたくなっちゃったから、今旦那さん車使って出かけてるから、歩いてシエスタに行こうかなと思いますよ。なんかちょっとちりさめ降ってますけどね、なんか涼しくて今日気持ちいいや。じゃあ行きます。シエスタ着いた。お、今日はヨシオのキッチンカーが来てますね。美味しい唐揚げでございますよ。まずは私はコーヒー飲みたいので、お店の方に行きます。ホットコーヒー菜の花ブレンドを飲みます。シエスタの美味しい美味しいソフトクリーム、これでミニサイズ300円、食べます。帰ってきましたよ。中入ります。今日の夜ご飯です。今日は旦那さんがスーパーでいろいろ買ってきてくれました。お寿司、イカのサラダ、煮卵、チキンで食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。ということで今日も充実の一日でございましたけれども、今日はですね、午前中なんかね、あ、そう、私ね、午前中二度寝しちゃったんですよねそうだ、思い出した。なんか一回起きたんですよね、8時前くらいに、7時半とかだったかな。で、それでその後なんかなんとなく寝ちゃって、それ、そう、ご飯食べて、で、寝ちゃって、それで気づいたらもうお昼になってて、あ、大変、今日お客さん来るのに、あの、準備とかしてないと思って、そこから準備とかしてて、そしたらね、私、シエスタさんのコーヒーの出がらしが入っている、コーヒースクラブのアロマ石鹸をね、商品開発、もう結構経ってるんですけど、一旦、止めてたんですね、
全然手つけられなかったからなんですけど、最近ね少しお仕事をだいぶ落ち着いてきたので、また再開しようと思って、それでそれに必要な材料が阿弥陀町の菜の花がすごい有名なので、そのすごく綺麗にね、あの6月の末から7月頭くらいまで菜の花がすごい見頃なんですけれども、そのね畑で採れた菜の花の油をですね石鹸に入れて、それで作るっていう風に、もう試作はできて、ほぼどんなものができるかっていうのも決まってるんですけれども、その材料の菜の花油がもう少し必要だっていうことになったので、それで今日ね、その菜の花油をね買いに行ってきました。そんな連絡とかがあって今日急遽ね行くことになって、それで帰ってきて、で準備してっていう感じで、それでお客様お出迎えさせていただいたんですけれども、今日のお客様がですね、もうね初めましてのお客様で、エリコロのエリコロのじゃないアロマララクのホームページがあるんですけれども、そちらのですねお問い合わせフォームからご連絡いただきまして、それで何回かやり取りさせていただいて、で今日ご予約ね入れていただいてたので来てもらったような感じになってるんですけれども、すごいねたくさんお話もできたりとかして、すごく良かったです。で年齢的にもね本当同じくらいの年頃で、いろいろねこの年になるといろいろ出てきますねなんていう話とかもして、そう、それで今日はねヘッドマッサージとデコルテ、私はセットにしてメニュー組んでおりますので、やっていただいてね本当満足していただけて良かったなと思いました。はい、そんな感じでした。でその後はなんかね、お昼ご飯食べそびれちゃったんですよ。そう、それでね、セイコーマートに行って、お客様にね、お出迎え前にちょっとパクパクって喋っちゃって、おにぎり。で、終わった後、まだお腹空いてるから、いいなって、ご飯をね、お茶碗いっぱいバーって食べて、それでシエスタ行って、でもなんかね、一回お腹空いてね、中途半端に食べちゃったからね、なんかアイスクリームも食べちゃくなっちゃってね、すっごい、そう、シエスタのね、ソフトクリーム、すっごい美味しいの。もうね濃厚でクリーミーでね、すっごい美味しくて、で私はねいつも食べたりはしないんですけど、たまにねすっごい食べたくなった時とかはねいただくことにしていて、それで今日がその日だったのでね、ミニサイズなんですけど結構1人前くらいある感じのね、ボリューミーな感じの、普通のサイズで頼んだのね、すごい量なんですよね。でそこはちょっとね一応食べ過ぎちゃいけないかなと思ってミニサイズをねいただきましたけれどもね、すごい久しぶり食べて超美味しかったです。はい、そんな感じでした。でもう今日帰ってきてね、旦那さんが出かけてたんですけれども、スーパーでいろいろ買い物しといてくれてて、それで今日ねお寿司買っといてくれて、あとお惣菜とかもいろいろ買ってたのでね、なんかちょっと結構豪勢になっちゃいましたけれどもね、食べて満足しましたというところでございました。ね、そんな感じで今日お天気的にもずっとモヤモヤしてて、霧雨とかもね歩いてシェスタに向かって歩いてる時とかも降ったりしてたんですけれども、なんかちょっといまいちな天気ではあるんですが、ちょっとね暑すぎなくていいかな、お客様来ていただく時とか一応扇風機をかけておけば、お客様がねすごい暑いっていう風になることはそんなにないとは思うんです。まあ、暑いなっていう感覚はねうちもあるかもしれない、エアコンがないので。でも一応ね風をこう回しておけばそこまでうわーってなんないとは思うんですけど、なんせね施術してる私が死にそうになるの、暑すぎるとこの家でねエアコンない中で施術しててでね、なのでちょっとねこれくらいの天候だったらほんと全然余裕で、お客様はねすごい快適な気温だと思うのでいいかなと思います。で今日だったら扇風機つけなくても窓からいい風入ってきてたので、私もね施術中も全然いい感じでねできたのでよかったかなと思いました。はい、そんな感じでございました。で明日も実はですねお客様ご予約いただいておりまして、でね
お話カフェっていうイベントがこの間あった時にね、タクティルケアってね、タクティルケアを用いた施術というのをさせていただいてたんですけれども、それでちょっと気になったのでって来てくれることになった方なので、もう初めその方もね、アロマダナックの自宅サロンの方は初めてなので、すごい楽しみにしております。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきまして